一番で失礼いたします。選手の皆さんにお伺いいたします。ベガ舞台の加入を決めた理由、どのような思いがあったのか聞かせてください。前列ワイプが今あるのは私は本選手からお願いいたします。まず、オファーをいただいたときに、ベガルタ仙台というクラブをどういうクラブかというのを、調べまして、で調べたところ、こんなに素晴らしいクラブだということを知りまして、また違う国でプレーをする挑戦ということを、考えまして、ベガルタ仙台にこのことを決めました。オファーをいただいたときに、昨シーズンなかなか、試合に出れなかったので、そういう悔しい思いとかをぶつけてほしいというオファーをいただいて、まだまだ自分も、まだできると思っているので、それをぶつけたいと思いましたし、いつも一体感の応援をしているスタジアムで、今度は応援する側になりたいなという思いが、昨シーズン、長崎と、仙台と試合させていただいたときに、やっぱりすごく、対戦相手としてすごく興味を惹かれてましたし、あのスタジアムで、ホームとしてできる喜びっていう部分は本当に、選手として大きなものなのかなと思って、すごく、仙台のクラブにすごく興味があったので、はい、しっかり、そのスタジアムで自分を表現できるようにしっかり頑張っていきたいと思います。チャレンジしたいっていう気持ちが素直にありましたし、まあ、自分自身もっと成長したいっていう気持ちもあったので、少しでも上のチームでプレーしたいっていう気持ちが強かったので、移籍を決めました。